こんにちは、神田場ログです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もカメラ界隈のニュースの中から気になったものをピックアップして取り上げたいと思います。今回のテーマは先日ソニーさんから発表のあった新型カメラ ZV-E1 です。ZV という商品名でピンときた方も多いと思うんですが、ソニーさんは Vlog 撮影に特化した商品ラインである Vlog カムシリーズをリリースしています。今回発表された ZV-E1 もそんな Vlog カムシリーズの流れを組む一つです。補足になりますが、これまでの Vlog カムシリーズのターゲット層は基本的にライト層です。ソニーのミラーレスカメラの主力機種といえば α シリーズが挙げられますが、この α シリーズとは異なる独自の進化を遂げていて、普段使いできる Vlog 特化カメラとしてライト層に強い人気を誇ります。その中でも ZV-E10 はエントリー向けのカメラとしてベストセラーの機種といっても過言ではないです。そんな ZV シリーズのラインナップに今回新たな機種 ZV-E1 が加わりました。ではこの ZV-E1 がどんなカメラなのかと言いますと、本格的な映像撮影が可能になった Vlog 機です。というのもこの ZV-E1 の中身のベースとなっているのはあの α7S3 になります。もはや説明不要だと思いますが、ソニーが誇る最高クラスの動画特化カメラが元となっていて、この α7S3 の性能を ZV ライクなボディに落とし込んだという機種になります。つまり立ち位置としては超進化したフルサイズ版 ZV-E10 とも言えますし、廉価版 α7S3 と捉えることもできます。他社を含めてもちょっとこういったコンセプトのカメラは今までなかったので、個人的には非常にユニークな立ち位置のカメラに見えています。そんなわけで今日はこの ZV-E1 というカメラをベースとなった α7S3 と比較する形で見ていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。はい、まずは基本情報から見ていきましょう。ZV-E1 の発売日は4月21日、予約は4月4日からのスタートとなっています。気になる価格はこちらはあくまでも市場推定価格となりますが、約33万円。α7S3 が現在43万円前後であることを考えると、この推定価格でも10万円安いです。続いてイメージセンサーです。今回の ZV-E1 は α7S3 とほぼ同等のフルサイズセンサーが搭載されています。有効画素数も1210万画素と変わりありません。スチル機として考えた場合少なめです。また ISO 感度の方も据え置きです。 α7S3 の持ち味はその化け物 G 見た高感度体制にありました。 ZV-E1 でも今回しっかり受け継いでいます。続いてフォーカス性能を見ていきましょう。 ZV-E1 は仕様表で公開されている部分がやや少ないんですが、測距点数、測距軌道範囲ともに同等のレベルです。このあたりも特に優位性はありません。しかしアピールしたいのはここ、トラッキング性能です。今回 ZV-E1 には α7R5 で初搭載された AI プロセッシングユニットが載っています。要はトラッキング専用のチップですね。このユニットによってリアルタイム認識 AF、 被写体認識 AF の性能が別物に進化しました。人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機、7種類の被写体の自動トラッキングが可能になっています。このあたりは ZV-E1 が非常に優れているポイントです。続いて静止画機能を見ていきましょう。Vlog 特化の機種と思いきや、スチル撮影もしっかりこなせます。シャッター速度や連写性能ともに α7S3 と同等のスペックです。ただしバッファ周りについては若干の違いがあります。JPEG と RAW 単独の連続撮影では変化はないんですが、RAW と JPEG 同時記録の場合は ZV-E1 の方が若干不利です。ただそれでも400枚以上は撮影できるので、実用面での影響というのは非常に小さいと考えています。続いては動画周りの機能です。ZV-E1 の動画記録は 4K は最大 120p まで、フル HD は最大 240p までの記録に対応しています。ただしこれらの 120p、240p の記録は2023年6月以降のアップデートで対応予定となってますので、発売直後ではフルの性能を発揮できない点に注意です。また α7S3 の特徴だった 422.10bit の記録、こちらも ZV-E1 はバッチリ対応しています。他にも動画に関係する便利な機能に注目です。ZV-E1 には動画ユーザーに嬉しいフォーカスブリージングの補正機能が備わりました。そして新機能としてオートフレーミングとフレーミング補正という機能が搭載されています。理屈としてはクロップの一種なんですが、カメラをたとえ三脚に固定した状態でも任意の位置に被写体を捉えて構図を自動変更してくれるという便利な機能です。これは実質クロップするので画質を犠牲にする代わりに、あたかもカメラマンが追いかけてくれているように見せることができます。ライブ配信なんかで役立ちそうな機能です。それと忘れてはいけないのが内蔵マイクの進化です。今回 ZV-E1 には集音性能に優れたインテリジェント3カプセルマイクが装備されています。
全自動のオートのほかに前方、後方、全方位、音の指向性を自由に選択できるようになりました。お次は重量とサイズ周りを見ていきましょう。 ZV-E1 の重量は 483g、 α7S3 と比較すると 200g 以上も軽いです。またボディサイズもかなり小さくなっています。特に高さ方向と厚み方向のサイズダウンが顕著です。だいたい α6400 よりちょっと大きいぐらいのサイズ感かなと思います。ここで ZV-E1 の外観を見てみます。 ZV-E1 のボディは ZV-E10 に似た形状なんですが、細かい部分に差が見られています。例えば上面を見てみると、電源スイッチがなくなって右肩に移動しました。そして静止画、動画、スロー&クイックの切り替えボタンがスイッチに変わっています。最も特徴的なのは右肩、動画勢には嬉しいズームレバーも備わりました。あとは背面側ですが、メニューボタンがなくなって代わりにカスタムボタン、 C2 ボタンに差し替わっています。ちなみにメニューボタンは少し小さくなって上面側に移動しました。全体的に ZV-E10 と比較すると、ユーザーの声を反映しながらブラッシュアップした印象を受けています。続いて液晶周りを見ていきます。 α7S3 には高性能な EVF が搭載されていましたが、 ZV-E1 は Vlog カムシリーズということで EVF は省略されています。また背面モニターもよく見ると若干の変更がありまして、ドット数を見るとややスペックダウンしています。次は手ブレ補正です。α7S3 と比較するとわずかに下がったものの、 ZV-E1 には5段分の手ブレ補正が備わっています。もちろん電子手ブレ補正の一種であるアクティブモードも健在です。そして今回、光学式手ブレ補正と電子手ブレ補正を掛け合わせたダイナミックアクティブモードが搭載されました。これは α7S3 のアクティブモードと比較しますと、補正効果が約 30% アップするという代物です。続いてバッテリーですが、 NPFZ100 を搭載しています。α7S3 と比較すると、ファインダー使用時よりは1割程度持ちが良く、液晶モニター使用時よりは若干悪いというレベルのようです。若干の差はあるんですが、実用面での影響は小さそうに思います。次は記録メディア周りです。 α7S3 はダブルスロットでしたが、 ZV-E1 はシングルスロットになっています。しかも CF エクスプレスタイプ A に非対応となっていて、シンプルに SD カード1枚しか使えません。これはちょっと残念なポイントですが、まあ、このあたりはボディサイズを小さくするために割り切った部分だと思います。続いてインターフェース周りを見ていきます。明らかな違いとしては、今回 ZV-E1 はマイクロ USB 端子がなくなりました。それと HDMI 端子がマイクロ端子と呼ばれるタイプ D に変更になっています。個人的に HDMI 端子はフル端子、タイプ A の方がトラブルが少なくて好みなんですが、こちらもサイズダウンのために犠牲になった部分なのかなと考えています。他にも ZV-E1 には様々な機能が備わっていますが、僕が最も注目している機能はシネマティック Vlog モードです。これは一体どういうものなのかと言いますと、誰でも簡単におしゃれな色味で動画撮影できるという機能です。このモードの特徴として、2.35:1 のシネマスコープ比率になるようにクロップして記録することができます。そして色味に関して操作するパラメータは2つだけです。コントラストやサイドをメインとするルックというメニューを5種類から選んで、カラーフィルターのような役割を持つムードというメニューを4種類から選ぶだけです。さらに AF のトランジション、乗り換え速度を3種類から選べるので、より印象的な動画が撮影できます。他にもユーザーラットの適用も可能になっています。各自で持っているラットを取り込んで、プレビューだったり焼き込みに対応しました。もちろん本格的なカラーグレーディングができる方は使わないかもしれませんが、初心者の方だったり出先での対応などで助かる方がいるのかなと考えています。はい、主要なところに絞りましたが、今回 ZV-E1 のスペックをベース機である α7S3 と比較しながらお伝えしました。最後になりますが、この ZV-E1 のいいところと悪いところを忖度なくまとめていきます。まずいいところとしては価格です。ハイスペック動画機である α7S3 のジェネリック版として考えると10万円以上安くなっています。そして新機能を数多く盛り込みながらも非常に軽量コンパクトな仕上がりです。さらに誰でも簡単にシネマティックな映像を撮影できる様々なアシスト機能が盛り込まれています。これによって初心者でも一定のクオリティの映像に手が届くようになりました。一方、悪いところとしてはボディサイズが小さいことによる裏返しでもあるんですが、動画撮影時に発生する熱問題です。こちらは当然 α シリーズに比べると不利になります。そして SD カードがシングルスロットである点、 CF エクスプレスタイプ A にも非対応なので、このあたりを不満に感じる方は多いと思います。さらに HDMI 端子が評判の悪いタイプ D です。
こうしてみると α7S3 相当のスペックは持ちつつもプロユースのための機能を削ってあります。とはいえコンセプト通りの Vlog 機として使うには十分なので、コンシューマー向け動画カメラの最高到達点という印象を受けています。はい、というわけで今回発表された ZV-E1、 皆さんどう評価されているでしょうか。ぜひコメント欄で皆さんの意見を教えてください。はい、今日の動画は以上になります。また面白いカメラ関係のニュースがありましたら取り上げていきますので、チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。